Good morning, everyone. Welcome back to another video. How are you doing? So, this is my political speech. About half an hour in Japan. Let's do this. まあ、今日もね、30分ぐらい喋ってみようかなと思います。ボリュームはね、とりあえず4ぐらいにしておきますね。こちらは、子どもの未来を、作る党の代表の、杉本です。2015年の、5月に前坂中の党首の契約が切られまして、でそれから、杉本周一後援会という、政治団体を作って、政治活動を、継続をしております。今年で、5年目に、なりますけども、去年の統一地方選で落選をしたので、こういったことが、求められてくるのかなと。まあ、他の例えば、ドバイとか香港とか、香港じゃないか、エストニアもそうですよね。いろんな国の、地域で、スマートシティというのをどんどん、実用化をね始めていますので、まあ、日本もある程度はその世界の流れにも乗った方がいいのかなと。特にデジタル技術、あとは何でしたっけね。スマートシティだから、日本の内閣府が発表したものはスマートシティじゃなくてスーパーシティという名前ではありましたが、多分海外のスマートシティのことだと思います。ですから日本もそのデジタル化を図って、人々の、ね、生活の、利便性を向上させていくべきかなと思います。ただその日本のデジタル化を学校の教員の好きな主要5教科は、まあ、今でも、答えを覚えてしまえば、定数が取れるというような感じですね。だからもう少し自分の頭で考えさせるような、訓練も義務教育とか高等学校でもやった方がいいのかなと思います。あとは今回の、ね、コロナショックで、会話が、ね、非常にうまくいってますけども、おそらくこれもその優秀な人材を、大臣として採用して、でトップダウンで、ね、やってるからなのかなと思っていますので、確か台湾の人の名前が、こんにちは。珍しいですね、マスク。実はこの頃ね、競馬行ったりするもんですからね。競馬中央競馬会のね、ちょっとね、苦労してかないとね、入れてくれないだ、そういう感じだったから、だいぶ慣れてきてね、花の不協定とかね、はい、オートレースなんかも全部もう、マスクして帰って。オートレースとか何しに行くんですか？別に、かけに行くの？今日買うよ、少し。そういうことやるイメージはなかったですね。いやいや、やりますよ。だって、投資をやってるのに、でももう投資なんかも、今日もだいぶ安いけどね、アメリカね、もういよいよ、バイデンさんがね、なるということも、でも、あれですよね、11月3日でまだですよね、だけど選挙は。まだ、ね、前倒しでね、はい、動き出してるからね。じゃあもう増税決定ということで、だからマジっすか。それ日経平均で2万ぐらい、はい、これ為替で来年まで89円ぐらいのとこまで来るからね。100円切るってことですか？うん、あら最近なかったことですよね。今まで103円ぐらい止まってるから104ぐらいかな、104.5 ぐらい。やっぱり100があってね、アメリカ悪いということで。ただ FX もちょっとこういう動きが多いですね。もう不安定な。今日もアメリカ600円安かったけどね。だから買ったらダメですよ。株なんか全然やるときじゃない。じゃあ投資も今危ないですね。投資をなるだけ控えておいた方がいいですね。じゃあ大統領選挙が終わるまで、終わればまだ落ち着いてくる。今度はそのね、例えば、まあ、極端な例でね、税金が20から39になった場合にね、20%が39%、うん、ほぼ40%じゃないですか。うん、だから倍になるからね。はい、
ということはそれだけ税負担が企業もそうだし個人もそうだしね、はい、そういう時代に入ってくるからね、法人税また上げちゃうんですね、うん、だからそうするといろんな面でね下げたの、これがね今今もなんか化学雑誌見てたけどね、化学雑誌の見るんですか、あのちょっと読んだけど、ね、姉ちゃん、うん、言ったらね、やっぱりコロナでね、はい、人間の体の細胞の中に入ってきますから、はい、そうすると、なんていうの、糖尿病になっちゃうと、はい、コロナは、うん、変異してね、中で、え、だからイニシリンをあのだの、ね、出してるから、そして血糖値が上がったり下がったりしますけど、はい、それをね、はい、もう自制できなくなって、糖尿病の患者がすごく多いんだそうですね、そのコロナ後に。だから、で今度は糖尿病ってことは、いろんな病気を併発しますからね、だから今度危ないですよね。うん、いらっしゃい。そんなふうにね、出てるから。まあ、ということは、医療費もまた加算でしょうか。特にこれから年末を控えますからね、いろいろ個人もね、法人もいろいろ年末の資金もいるでしょうからね、そういう時代入ってくるから、まあ、相対的に言うと、じわーっと沈んでるよね、社会でね。ただ、一応、日本以外は景気はそこそこ良さそうじゃない、もう中国だけは、日本だけマイナス、ね、ヨーロッパも悪いけどね、ヨーロッパも悪いですね、中国だけがいいだけど、中国いいですね、中国だけじゃ引っ張りきれませんよね、これだけ世界的に。いろんな今まで過去のないようなことをやってますからね、お金を吸ったりもっとそれがいずれ反転して反対の方向へのいう動きますからね、はい、じゃあ どっちがいいんですかね、バイデンとトランプと2つ選ぶとしてだから本来経済の関係の方はトランプの方がいいんでしょ、減税で、うん、減税でお金をどんどんねというだけど、アメリカ国内でもいろいろね、それぞれ支持層があるから、その方がなんていうか、ただ景気が回復してから増税した方がいいような気がしますけどね、素人目にはね、景気が悪い時に増税しちゃうとやっぱり中間層からの下の層がこの格差が開いちゃってね、その層へその分を充当するという基本的な考えがあるからね、中間層を増税ということらしいですからね、中間層も日本でいうと1000万ぐらいのまでの、ね、所得のある人が500万とかになっちゃってるから仕事はなくてね、アメリカでもね、日本でもそうだけどね、だからそういう時代に入ってきたからやっぱり要注意しておかないとね、どんなショックなのか分かりませんからね、ってことは超富裕層は超富裕層と、でもその方がもう差がどんどん開いちゃってるとに課税されるから物を、ね、持たないようにしてその課税対象になるようないう仕事ですよね、で株も売っちゃったと、どんどん売ってるという、現金に変えて次の危機に備えているということ、うん、そういうふうに世の中動いてるからね、だからまだ今後は投資とかどうされるんですか、まあ、しないしない、昨日少し売ったけどね、え、ちょっとな、うん、いや空売りをかけた、あ、空売り、借りて売ったと、うん、株振りって、空売り、下がれば下がっただけ儲けになると、そういうスタイルの投資をしていかないかんのかなと、空売りっていうのは、お金を売って買い戻すと、そうそう、売って買い戻す、先を見てね、はい、多分ね、為替が90円割ってことは、やっぱり日経平均が2万割るじゃないかと、それで、ね、政府の持ち込みが。